впечатление ну, Картера Уильямса? Парень довольно-таки, довольно-таки серьезный такой. Но как-то серьезный это, не? Руки у него неплохие. Ты га я думаю. Подраться любит. Кенка сики да не айцы. Я думаю, будет бой интересный, соперник достойный. Тяжелый айте да тумунда, сейчас я канале мусором на это мамасио. どういうそのゲームプランというかどういうふうにまあ倒そうか。ニュースにも多いじゃん。かっぱいおばすタクティカ。タクティカ。シトアンサーマヤタクティカ。そうだね。状況が僕の戦略かな。状況によって戦略家があると思う。じゃあ最後にファンに対するメッセージを。Хорошо, тогда объектив, пожалуйста, несколько слов болельщикам своим. Будет очень интересно. Желаю вам хорошего настроения. Сгой умасирой шай нару думаю, кара, не? みんな本当に待っててね、皆さんにいい気分になるようにって。He's also a scorpion. He's a scorpion? Yeah, yep. No. With just one high kick. I'm a ram. You know what rams do to scorpions, right? And we crush those guys, man. Crush scorpions. So, his, any of those techniques of him doesn't scare you? My techniques better scare him. You know? I mean, I've been hit pretty hard and I didn't hit people pretty hard. But no, I'm not scared of nothing. If he bleeds like me, then he can be beaten, right? We both bleed the same blood. So I don't scare him. Hi. Thank you for supporting. Keep watching K1. And if you want, if you bet on this fight, you better bet on me, because I make you rich. And the message to the opponent? Lexi, stop beating up on animals. They didn't do nothing to you. All right? Leave those reindeers alone. Love you, bro. Take it easy, Alexi. 今大会の裏メインカードとも呼ばれた対戦。2003年彗星のごとく現れたカーターにとって、今回迎える敵こそが最強。ボクシングの専門家からも高い評価を受けるパンチのラッシュで、新世代の騎士となったレッドスコーピオンを仕留められるか。いつものように無表情で戦いに臨むイグナショフ。総合格闘技を経験して芯の通った肉体となった。その強度は増し、持ち前のテクニックがさらに有効に生かされる。今のイグナショフを超えられる者はいない。ウィリアムスのパワーはイグナショフを止められるのか。対策は万全。必ずや赤サソリを倒さんとリングに向かう。サソリの毒はさらに強さを増し、一度刺されたらどんな解毒薬も効かない。果たしてどんな戦慄のノックアウトシーンを見せてくれるのか。時代を引き寄せるのはどっちか、毒針か、野生の本能を持つパンチの連打か。さあゴング第一ラウンドです。毒針膝か、それともパンチの連打か。カーターウィリアムス、まずは左のキックを見せました。あ、キックです。キックから来ましたね。キックで来ました、カーターウィリアムスは本当に気が強くてアグレッシブなファイターですから、パンチパワーから右です、イグナショフ今もらいました、2つ目、効きました、効きました、下がりましたからね。さあどちらが
どちらが2004年のわーっとここは右です。しかし今下腹部です。タイムが止まります。アレクセイ・イグナショフ選手の蹴りがカーター・ウィリアム選手の下腹部に入りました。再開いたします。カーターの得意のポーズが蘇ってきました。さあ今試合再開。前蹴り、ワーミング、はい、強烈です。強烈イグナショフ。長嶋さん、状態いいようですね、はい、去年のグランプリよりは全然いいですね。はい、あ左から右、そして膝、毒針が刺さる。カーターウィリアムス前に出ます。ストップストップストップ。ここはストップになりました。すごい闘志あふれる試合ですね、去年はね、あんな動けなかったですからね、はい、何かこうグランプリ開幕戦は精彩を欠いたイグナショフです。攻めきれなかった感がありました。膝掴みましたよ。ここも左の膝です。やっぱりイグナショフ膝ですよね、イグナショフ勝負を決めるならこの膝、膝だと思います、まあ、ハイキックもありますが、あえて膝ですかね。ここは膝蹴りを打っててこうタイミングを掴んでいく選手なんですよね。なるほど、だから膝の前でパンチもキックも打てるという選手ですから、はい、そしてカーター・ウィリアムスの方はですね、パンチですね。長嶋さん、そうですね、パンチの連打が得意なんですが、まあでも試合前インタビューの時にはまあパンチだけではイグナショフには通用しないだろうと、キックも混ぜて、あー得意のハイキックです。そこにパンチを繰り出したカーター・ウィリアムス、よく見ています。カーター・ウィリアムスのいいところは気持ちが強いんですよね、はい、レイセフォー戦もね、ものすごい気の強さを見せました、これね、このやめないですよね、ブレイクがかかるまで。一旦離れます。お互いの気持ちの高ぶりはどうか。残り1分です。左の蹴りを見せたイグナショフ、ここはゆっくり構えてカーター・ウィリアムスが前に出ます。2004年の K-1 戦線、その本当に K-1 戦線本戦を占う一戦といっても過言ではありません。どちらも頂点に立つ、その実力を早くも秘めている若い2人。右のロー強烈、弾ける音がしました。そして捕まえて膝に持っていきたかったイグナショフ。イグナショフも総合やってるんで右バランスがいいですよね、倒れないですよね、今の片足軸足取られても。総合格闘技を2戦経験しました、はい、これで本当に今まで使ってなかった筋肉を使ったから、そうです ね自分でも強くなったような気がすると話していた。右のストレートです。カーター・ウィリアムス、ここはしかしパンチを返しました。まあウィリアムスにとっても、いやこの相手はちょっと今までとは違うなというね、今まで戦ったのが一番強いでしょ、さあ最強の男を迎えましたカーター・ウィリアムス。ここで本当の力を試される時がやってきました。第1ラウンドが終了しました。見応え十分の3分間でした。イグナショフが天を一度見ました。さあイグナショフ、この3分間でカーター・ウィリアムスの印象はどう見たんでしょうか。試合開始当初はサウスポーに構えていたウィリアムス、これがイグナショフ対策だったのか。スナップの効いたパンチを繰り出しイグナショフを脅かす。対するイグナショフは殿下の宝刀膝蹴りで迎撃。期待にたがわぬ好勝負となった。膝蹴りもね、まだガードはされてますけど、どんどん打ってっていいと思いますね、はい、さあお互いにご覧のように持ち味が見えた第1ラウンド、第2ラウンドに入ります。毒針かパンチの連打か、 K-1 新世代その台頭、この両者がどう今までのグランプリファイターに絡んでいくかという2004年占う一戦です。今なんかもやっぱりバランスいいですよね、はい、体の体幹の力というのはものすごくイグナショフくっついてきましたから、はい、左です。左、あいいパンチだ。カーター・ウィリアムス右のロー、ここは捕まえて膝には持っていかせません。カーター・ウィリアムスです。アメリカから本当に強い K-1 ファイターが誕生しました。アメリカからね、長く強い選手で出てなかったんですけども、はい、まあ、カーター・ウィリアムスは本当に下から上がってきましたから ね、まあ、アメリカに K-1 を広めたいという気持ちもね、非常に強いようです、はい、そして自らのドリーム、夢があります。ちょっと掴みが多いですね、お互いに、はい、
注意が与えられました。おお、左右を伸ばしました。イグナション、ここはうまく体を入れ替えました。お互いに闘志が全面的に出てるんで、そうですね、前が近くなっちゃいますね。はい、藤原さん、試合ご覧になっていかがですか。いや、もう本当に予想通りこの2人方の戦いはですね、激しくいい試合でですね、もうどちらも負けん気強いですからね、面白いです。長谷川さん、はい、イグナショフの状態がいいようですね。キレがいいですよ ね、 ね、去年よりもこうどん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 なんていうの、一皮向けているというか、ね、なんかこう吹っ切ったような感じがしますね、気持ちの面でもね、はい、そういう感じがします。左右です、ハーターの右、さあ片唾を飲んで見おります、埼玉スーパーアリーナ。ブレイク、ここはブレイク、さあ何で決まるか。イグナショフどうですかね、ちょっと疲れた感があるか。残り1分です。やっぱカーターの自力の強さというか、こうガンガン来るんで、あー、膝が入った、一瞬の左の膝、カーターウィリアムス初のダウン、そして初のノックアウトまで立ち上がった、立ち上がった。この気持ちの強さ、しかしイグナショフチャンス、毒針がまた刺さるか、毒針が刺さろうとしている、毒針が刺さるか、これもダウン、2度目のダウンです。効いてますね、前田さん、2度目のダウン、さあ立てるか、立てウィリアムス、ダメだ、ここで止めました。イグナショフ強い、2度のダウン、2度の毒針、毒針健在、超新星を打ち砕きました、アレクセイ・グナフ。当然今年の K-1 戦線優勝候補に挙げられる戦いをしました。いやだけどね、カーター・ウィリアムスも強いですよ、負けたとはいえ、はい、時代を引き寄せたのはアレクセイ・イグナショフです。イグナショフ選手の KO 勝ちです。明らかに進化していました、2004年のレッドスコーピオン、サソリの毒をしっかりとウィリアムスに回しました。勝ちましたアレクセイ・イグナショフ選手に勝利者トロフィーが贈られます。鮮やかな2つの毒針でした。さあ1回目のダウンをご覧いただきます。これ左です、顎に入ったんでしょうね、そして前に崩れ落ちました、かなりのダメージを初めて見ましたね。しかしカウント9で立ち上がりました。このように崩れ去ったカーター・ウィリアムスです。あそこまで入ってしまうともうどうにもならないですね。ただ川田海也さん敗れたてこの一発が食らうまでは全然互角以上でしたから、ですね、まあ、この選手強いですよ。長嶋さんはどうご覧になりましたかこの試合。そうですね、本当にスピードとかテクニックはね、本当に谷川さんおっしゃったように途中まで互角だったと思うんですが、はい、やっぱりそのラッシュした時のパワーの方がですね、やっぱりイグナショフの方が上だったなという感じしますよね。なるほどね。2度のダウンで結局イグナショフが勝利を収めました。2003年、結果優勝は同じムエタイ出身のレミー・ボンヤスキーでした。 K-1 初のムエタイ出身チャンピオンの座をボンヤスキーに奪われました。今年こそ俺が、その思いを強くしたこの2004年、アレクセイ・イグナショフ、アメリカからの超新星カーター・ウィリアムスを破っています。時代を引き寄せましたイグナショフ、本当にこの2004年楽しみになってきました。レッドスコーピオンが進化してこの K-1 に帰ってきました。Can we ask what's on your mind now? Coming back. For real, I'm coming back. What's up? Rematch. Sorry. You all right? Yeah, physically, I had the stamina. Physically, yeah. I had it. I knew. So what do you think? I don't know what happened. Yeah. Huh? And when he came in? I don't know. I rocked him. I rocked him. And I dazed him. And I just like...I backed out. I don't know why I backed out. My head wasn't there. My defense wasn't plus. I mean, I'd go back home and train a little bit more. Maybe I didn't train enough for him. I don't know. I really can't say. I mean, Alexei, good quality fighter, you know? Huh? Message to the fans, please. Sorry for letting y'all down, you know, but it's where the cookie crumbles.
Oh, my God. You're fighting. Can you get my ass kicked? No, it wasn't like that. You're fight. What? Like what, Cutter? Back to the drop board and back next time. Правда? Cut that. От боя не получил удовольствия. まあ、あんまり満足はしてないんですけどね。Конечно. Что-то получалось, ну. 少しは多少できたんだけどね。相手のあのカーター・ウィリアムさん。Все еще впереди. まだまだこれから先だな、それを見せるのは。И красота понятия растяжима. А несколько слов о вашем противнике, Картера. Как я уже говорил, хороший парень. Боксирует довольно-таки жестко. いい選手だと思うよ。ボクシングうまいし。Удар у него неплохой такой. Панчи на канале как спин, да? Окей. Шипу, да? 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 Шипу,